周保フの接触分解装置接触分解とは、一般的には触媒の作用によって生ずる分解化学反応のことである。クラッキングとも呼ばれる。ここでは、石油生成においてを重油止め分を触媒の作用によって分解し、低沸点の炭化水素に変換するプロセスについて述べる。粉末状の固体触媒を流動層状態で使用することから流動接触分解。 FCC とも呼ばれている。原油の上流によって得られる格止め分の収率は、原油の組成によって決まり、需要の比率とは必ずしも一致しない。とりわけ重油の過剰とガソリンの不足が問題となりがちであるので、重油を原料としてガソリンを50%前後の収率で得られる。接触分解装置は、石油生成工場において重要な位置を占める。使用される触媒は、 流径数十メートル程度のゼオライト系固体、触媒である。触媒は流動層状態で装置内を循環するので、反応活性に加えて、良好な流動性や、対摩耗性が求められる。シューホフのクラッキングやバートンのクラッキング、バートンハンフレーズのクラッキングやダブスのクラッキングなど、いくつかの熱分解の方法が開発されている。百九十一年、ロシアの技術者、 ウラジーミルシューホフが発明し初めて特許を取得した。建設された施設はロシア国内で限定的に使われたが発展しなかった。これとは別に1900年代にアメリカ人技術者のウィリアム・メリアム・バートンとロバート・イ、e、ー・ハン・フレイズが同様の施設を考案し特許を取得した。両者の長所は液化装置と気化装置が継続的に圧力下に置かれることだった。 初期の装置は、家庭は連続的ではなかった。また、すべての装置が実用的なものではなかったが、多くの特許がアメリカやヨーロッパを追随して取得された。1924年、アメリカのシンクレア石油コーポレーションの代表者が州保府を訪れた。シンクレア石油は、表向きは、 スタンダードオイルが使用していたバートンとハンフレーズの特許がシューホフの特許に基づいていることをシューホフに話すことを願っていた。それができればバートンハンフレーズの特許を無効にしようと考えているアメリカのライバル企業の支配を強化できるからである。シューホフ自身の興味は基本的にロシアでアメリカに特許侵害として訴えられないクラッキング装置を簡単に作ることにあったが、 バートンの方法が彼の1891年の特許に原理的に非常に似ていることを知って、州保フはとても喜んだという。しかしその数年後、ロシア革命が起こり、ロシアは外貨獲得のため石油産業の発達に躍起になっていった。そのためロシアは最終的に外国企業、ほとんどはアメリカ企業から多くの技術を購入することになった。 しかしその後流動接触分解が開発され、すぐにほとんどの熱分解は置き換わった。しかしその抗体は完全なものではなく、原料油の性質と市場の需要に依存する熱分解もまだ利用されていた。熱分解は、ナフサや重油、コークスの生産に未だ重要な役割を果たし、またより複雑な熱分解が様々な目的のために開発されている。これらには、 ビスブレーキングや蒸気分解、石油コークスの製造などが含まれる。ウィリアム・メリアム・バートンは1912年に温度700加士750度、圧力90、プシーの状況下で進行する熱分解を発明し、その後1921年にユニバーサルオイルの従業員だった c p ダブスはそれを少し発展させた温度750加士860度で進行する。 熱分解を発明した。分解反応は、摂氏500度程度で、原料油と触媒が接触することによって起こり、以下のような気候で進行していると考えられている。高温によって、軽油や重油を構成する直差のアルカンが熱分解を起こし、ラジカル的に CC 結合や CH 結合が切断される。こうして生成したラジカルのうち一部はさらに C。 C 結合が切断されて、アルケンを生成する。生成したアルケンに触媒からプロトンが供与されることで、カルボカチオンが生成する。カルボカチオンは、水素原子や、アルキル元の転移を起こしたり、切断されたりしていく。この転移反応では安定性の高いアルキル元の、痴漢の多いカルボカチオンが生成しやすいため、主に分岐の多い低フッテンアルケンが得られる。 化学反応式は次のようになっている。CH3CH32CH3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 CH4CH3CH2CH3CH2CH2 c h 2 CH2HCH3CH2CH2 イコー CH2CH3CH2CH2CH2CH3CH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH3CH2CH3CH3CH2CH3CH2CH2 CH2CH3CH3 分解反応の反応時間は数秒程度と極めて早く反応生成物と触媒はサイクロンによって分離される分離された触媒は分解反応によって生成した炭素質のコークの付着によって失活している 失活触媒は最小等に送られコークを燃焼除去して活性を取り戻した後に再び分解反応へと循環する。また最小等は触媒を燃焼熱によって摂氏700度程度まで加熱して吸熱反応である分解反応のための反応熱を与える役割も持つ。反応生成物は原油と同様に広い沸点範囲を持つ混合物であるので 原油の上圧蒸留装置と類似した蒸留系によって LPG、ガソリン、軽油、重油などの止め分に分離される。接触分解によって得られるガソリンはオレフィン分に富み、レギュラーガソリン相当のオクタ単価を持っている。一方、軽油止め分は不飽和成分があるためセタン価が低く、ディーゼルエンジンの燃料には適さない。接触分解による LPG には、 原油上流によって得られるものと違って、プロピレン、ブテンなどの不飽和成分を含んでいる。蒸気分解は高分子量の飽和炭化水素を低分子量の不飽和炭化水素に分解する石油化学のプロセスである。それは原油からエチレンやプロピレンなどの低分子量のある件を生成するプロセスである。蒸気分解のユニットはナフサや液化天然ガスなどの原料油やエタン。 プロパン、ブタンを熱分解炉中の蒸気の作用で分解し、低分子量の炭化水素が作られる。生成物は原料油の各炭化水素の割合、炭化水素と蒸気の比、炉の温度や入っていた時間などに依存する。原油とその化学的生成物の差なりを対象にした先物取引をクラックスレッドと呼ぶ。液体クラッキングの反応プロセス、流動分解は、 現在最も広く用いられている分解法で典型的な石油生成の過程に含まれている。ガソリンの需要が高いアメリカではキャットクラッカーなどの方法が用いられている。触媒クラッキングの過程にはカルボカチオンと不安定な水素化物アニオンを作る三触媒が関わっている。炭素原子にあるフリーラジカルとヒイオンはいずれも不安定で CC 結合が切断され、 ある件が生じる。ありがとうございます。